おはようございます。どうも山ママです。みどるくん、お誕生日おめでとう。本日はプレステのガチャ動画です。可愛すぎる。本日はですね、このリドルくんのお誕生日、ブルームバースデーのガチャ、そしてもう一つ、今イベント開催されてると思うんですけれどもそっちでもね、 SR でリドルくんがいるので、ちょっと両方ガチャを回していきたいと思います。じゃあまず10代目グリムはいませんと。ほんで羽は何枚落ちてくる。羽1枚や。これ確か羽に2枚落ちてきた方が SSR 出やすかったとか、そんなんやなかった。汝の魂の形を見せよ。あかんわ、鏡も怒らへん。口調強くなったら SSR 来がちなんですけどね。なんかあれあれ、ちょっと待って。ああま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 あ、棺の装飾もね、まあぼちぼちですね。あ、じゃあ見る。あ、これ人向け怪しいな。あ、ラギブチ、いつだって私、あ、ラギブチ、いや嬉しいね、ラギー君が来てくれるのは嬉しい、嬉しいねんけど、違う、ちょっと待ってください。あの、やっぱり欲が前面に出てしまっているのかもしれない。あ、シルバー君ね。いや本当今ストーリーもね、すごい気になるところで止まってるかと思うんですけど、シルバー君のユニーク魔法ありがとうございます。棺が豪華であれ、棺の装飾が豪華であれ、シルバー君ちょっとお願いします。あれ、いや、ケイ君、SSR どころか SR も全然出てないんですけれども、あ、ちょっと待って。あー、棺の装飾は豪華ではなかったと。あー、オルト君、じゃあ連れてきてくれ、誰かリドル君を連れてきて。ルークパイセン、セメ君、ちょっと待ってください。いや、分かってた。10連では来おへんやろうなっていうことは分かってましたよ。分かってたけれども、やっぱり勝ったら望みというものをかけてしまうじゃないですか。ガチャするときって10連で来てくれるかもしれない、単発で来てくれるかもしれない、そんな望み私だって希望抱いたっていいじゃないですか。はい、乗り出した。よし、じゃあ20連目行ってきます。さあ、次こそはリドルくんお迎えしたい。私はもうエペルくん、かわいいね。ちょっとあの、本当にリドルくんのリの字も今んとこないねん。はい、でやし、はい、あ、ケイ君、ちょっと待ってくれ。あれ、あー、ちょっと、ごごごごごごご、あ、なんかポンポンいっちゃう癖がついてて、あの、ポンポン押しちゃってた今。 SR やったやな。トライパイセン、トライパイセン、お願い、リドル君にケーキを作ってください。お願いします、リドル君。はい、リドル君、いつになったら来るのかな。はい、リドル君、リドル君、ガリムキョン。ちょっと SSR が、あ、なんか全然来る気配が。あ、リドルくん、そろそろ来るよって教えてくれてるんかも、リドルくんが私に。あー、かわいいよね、リドルくん、本当に君ってやつは。なんだその小指、もう分かる。もこのさ、マジカルペン持ってるこの手首のしなり具合が本当に可愛いなって思うんですよね、式典服のリドルくん。ちょっとリドルくん、いいよいいよいいよ、このまんま、このまんま来い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 。あー、ばあちゃん見えろ。まあ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 、10連キーな、とりあえず20連分は持ってたんよ。だけどこっからって話ですよね。ちょっといきます、30連目お願いします。な、羽1枚な、どうしてだい。はい、カリウキュン、はい、リュウスちゃん、はい、あー、ジェイド、うわー、あー、ウルト君、はい、パイセンがケーキ焼いてくれりゃ問題ないねんな、それで全ては解決するねんけどな。うわ、レオナさん本当に色気が恐ろしいです。ね、本当にどこ、私いつもどう、ちょっと待って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 、ちょっと待って、間違えて画面切ってしまった、間違えて画面切ってしまった、テンパりすぎて、ちょっと待って待って、ロック解除するし、ちょっと待って待って、ちょっと一旦待って待って待って、事故あの、テンパりすぎたがゆえに私のここの小指がこのロック画面のここに当たってしまった、当たってしまったことによって画面が一度閉じてしまいました、画面録画も一旦終了されてしまいました。ほんならさ、スキップされてしまった。あー、いや、でもリドル君が出た。あ、違う、これ見せていいんか、画面こっちにあるか。いやー、ちょっとリドル君、喋ってほしかった、リドル君のボイスを私は聞きたかったのに、どうしてこんなことになってしまったの。分かった、これはもう2枚目いこう。ボイスを聞きたい、私はリドルくんの。ちょっと熱い、汗かきすぎやろ。パーティー会場には宿題を終わらせてから来ること。はい、途中で退席なんてしたらお分かりだね。かわいい、かわいいさん、はい、かわいいさん、はい、本当にかわいい。もうこの表情たまらんのよな。いや、まさかさ、こんなとこで来ると思ってなかったよ私。
全然望みかけてなかった。羽一枚やったし、鏡も怒ってなかったしと思って。ジャック、いや、リドルくん来たよ。30連目で来てくれたリドルくん。ちょ、2枚目いくわ。私2枚目いきます。これはもういかねばならん。2連チャンあるかもしれないから。うわー、はい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 。ちょっとリドルくん来だしてない？わかります。パイセベック、ナイテールくん、ハイゼイド、アズルー、じゃあ来へんか。やもせへん。はないでやし。世の中ってこんなもんですよねって話ですね。私も実は魔法が使えるんですけど、魔法で魔法石増やしてきました。はい、50連目いってきます。そろそろある、そろそろある。さっき出たのに。はい、セベックで、アイリリア様、お祝いの言葉をありがとう。誕生日を君たちと賑やかに過ごせて楽しいよ。うわたんですよ。いや、行くわ。回せる限り回していく。ちょっと待って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 、ほんまにやってる。あ、羽一枚やば。ガインデアシー、マイケル君、ライリブッチ、ハイゼル君、ナハハハ、レオナさん、こうやってコン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 私行こうとしとって、さっきリドル君来てくれたから。いや、ほんまにあるんよ。やっぱ物欲センサーなんですわ。だから今私は求めに行っちゃってるから逆に出ないかもしれないよね。まだ回せるから言っとく。ここまで来たらもう回せる限り回しとく。羽は1枚。まあまあまあ、だってもうあと30連で天井ですからね。まあ行きましょう。もう行ける時にね、ガンガン回すけって話やからね。来たぞ、羽に舞いやな。あー、トラップラー。いいよ、きつく来てくれていいねんけどな。じゃあ見る。え、 SR めっちゃ来るやん。 SR そんな出るっていうぐらい出てんねんけど。あ、トラップラかわいいね。ホーツラベル量祭りかもしれん。どうなってる？あ、セベック。あ、そうですね、こんな感じでした。じゃ、90連目ですよ。行ってきます。来てくれるのか。90連目でリドルくん3枚目なるか。どう？羽に舞いやな。はい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 、うん、もうポンポン行きましょう。あの、ガチャの神にアピールするのが大事やから、あの、大丈夫ですよって、もう私こんな流れ作業ですよってぐらいポンポン落ちちゃうからね。はい、流れ作業ですよ、流れ作業ですよ。神、流れ作業なんです。私今そんな別にリドルくんが欲しいなとか、あの、来ました、100年目です。出てんのにやっぱもう天井行っちゃおうかなってことでここまで来ました。もうすぐ頂きの景色見えるって思うと、そうやね、山登りも頑張れるかなみたいな。いやー、ここまでね、長い道のりだったんですけど、やってこれてよかったなって。いやー、すごいね、しんどい思いもたくさんしました。行くぜ、100年目リドルくん、来い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 、5枚ぐらい来い。アーグリム来ましたよ。これを見たかったんですよ、私は。いざ導かん。あ、来ました。闇の力を強く当たってくれました。ようやく鏡が私に。2枚抜き狙おう。2枚抜き狙おうとか言って、よくしか出てへんねんって。だからあれかもしれへんからな。見とこ見とこ。うん、あー、マレウス様。ああ、まあ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 、この辺はね。ああ、まあ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 。いや、ほんとみんながお出迎えしてくれてるな、みたいな感じで、勢ぞろい、勢ぞろい。2枚抜きとかの可能性全然ないかもしれないね。アリリア様、今さ、ディアソルニア見るとさ、すごい胸が痛むねん。あ、落ち着こう、落ち着こう。あんなー、まあ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 。どう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 。来たよ、来たよ。お祝いの言葉をありがとう。誕生日を君たちと賑やかに過ごせて楽しいよ。よかったね、リドルくん。だって誕生日をさ、賑やかに過ごせるようになったってさ、すごいよな、リドルくんな。ずっと勉強頑張ってたんやろうしな。いや、ほんま、ハメ外しな、今日ぐらいな。来ました。はい、ってことで2枚抜きならず。いや、でもめちゃくちゃいい引きやった、今回。ちょっとびっくりしてる、どうしよう。引きが良すぎた。100円やって3枚来てくれてんねんけど、どういうことなん？ほんまに。え、ほんまに。
次のガチャはですね、こちらでございます。スイスイウェアのリドルくんが欲しい。これさ、いや見てって話なんよな。リドルくん腰細、食べてる？本当いっぱい食べない？ちごタルト、もう本当にありがとうございます。ってことでこのリドルくんが欲しいです。いやまあさっきとは違って出やすいんじゃないかなって思って SR やから、まあ、とりあえず10連しましょう。お願いします、お願いします、お願いします、出てください。はい、ハニーに前来てるから、いいよいいよ、これ生きざす生きざす生きてる生きざすいい言うてんの私。とりあえずねこの辺はね、あま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 あですよ、はい、まあ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 なんですよね。とりあえずね、あ、SR ちゃん、SR ちゃん、何色何色、赤や赤や赤や、来たほら、こ、星月どないなっとる、それ、可愛すぎる。ここは一体…いや、それよりも、許可なく学園を不在にするなんて一大事だリドルくんらしいな。早く脱出するよ。よかった、来たわ。いやこれで SR の、そう SR 沼ったらどうしようかなって思っててんけど来てくれましたね。いやなんならもう一枚ぐらいって思ってんねんけど、ワンチャンないかなこれ。いやあるよな、あるよな、あるよなって思ってんねんけど、どう？あ違うね、違うね、イデヤシ。いやまだあるまだあるまだある、くるくるくる、ワンチャンないね。ライムチアね、かわいいね。いやもう一回遊べるドンかもしれへん、もう一回あるかもしれへんからな。どう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 、今何回目、これ何回目や。あもうないかもしれへん、もうないか、もうなかったですね。ってことでこちらは1枚確保できたんでもう十分でございます。やったー、よかったー。というわけでリドルくん無事ゲットできました。ありがとうございます、ありがとうございます。まさか天井するとは思ってなかったんけど、ここまで来たらいけるとこまで行っちゃおうかなってことで気づいたら100連回しました。リドルくんが来てくれてもう本当に夢が見れそうですね。皆さんは推しのプルムバースデー衣装ゲットできましたか？また9月から新しいバースデーガチャが始まると思うんですけど、バースデーのビジュアルとんでもなかったですね。それではまた次のガチャ動画でお会いしましょう。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。